ここまで来たんだ。なかなか興味深いね。こうなるとあんたという人間をより深く知りたくなってきたよ。せっかくだから人には見せられない思い出ってやつも掘り起こしてみようか。例えばあんたたちに初めて愛が芽生えた日のこととかね。そんな記憶があるのか。5年前。こんなうまいもん食えるなんて同窓会で相談に乗った甲斐あったよ。いつも愚痴聞いてもらってるお礼。そろそろ帰らない。あ、キャサリンの家なんだ。私ってそんなに魅力ないかな。え、キャサリン、何か言うことは。すごく綺麗だ。おい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 、ウイウイしい二人じゃないか。なのにどうしてこうも違ってしまったんだろうね。その答えをあんたはすでに持っているんじゃないか。ねえ、話って何？なんで君が。もう大丈夫？飲みすぎなんじゃない？人のこと呼び出しておいて勝手に忘れてるしさ。え、嘘だろ。だって俺昨日はどうしたの。どういうこっちゃ。これはなんか変だよ。変？俺が？つーか俺なんで君との時間がよく思い出せねえんだろう。なんか肝心なとこが抜けてて。私はよく覚えてるけど。いや、あの、なんでだ。変なの。悪い女だな。悪い男だし、悪い女だし。あのピアノうっさいな。そう。弾いてると頭痛くなるの。止まった。あ、結構右の方にある。キャサリンの？どうする？いい加減正直に。いや、言うだろ。こんな状況で打ち明けるとか。なるほどね。それ、俺の毛なんだよね。多分、胸から生えてたんじゃないかな。胸？マジで？ほら、あれだ。体から白くて長い毛が生えるって聞いたことあるだろ？縁起がいいとか。でもこれすんげえ長いし。育てたんだよ。やっと自然に抜けたか。ああよかったな。自然に抜けないと縁起が悪いんだぜ。そうなの。殺されるぞ。私以外に女がいるとかじゃないよね。なんで。だってもしそうだったら私ここで死ぬから。とんでもねえ。死ぬとかそういう冗談やめてよ。じゃあ私が殺すことにする。ちょっと、うわ、もっととんでもねえ。死なれるのと殺されるのどっちが好き。しょうがないな。5秒だけ待ってあげる。ちゃんと答えなかったら殺すからね。1、2、3、4。つーか、何？ふざけんのやめなって。ほかに女がいるわけないだろ。考えすぎなんだよ。本当に本当？いや、本当だって。じゃあそういうことにしといてあげる。怖っ。助かったよ。これどうなんの。たまにこういうとこあって怖いな。そのうちマジで刃物出したりしないだろうな。いや、そのうちじゃねえって。関係早くなんとかしねえと。今までのことは気にしないよ。何も聞かないでいてあげる。でもこれからは浮気したら
怒っちゃうからね。いやいや、やばいぜ。あの、なんていうか、いった。あり。なんでこの部屋すげえありいるの。え？え？出なくていいでしょ。いや、ちょっと待って。え、キャサリンじゃないのこれ。大丈夫？めっちゃ鳴らしてるぞ。え、開いた。やべ。うわ、間違いねえ。ちょっと何なの？開けなさいよ。ちょっと待って。やべえ。大家来ちゃってさ、鍵勝手に開けられちゃって。怖すぎ。え、家賃忘れたせいだな。金が絡むとな。めんどくさ。あ、トイレ借りるね。何グズグズしてんの？声。静かにしてください。は？会社の先輩来てんだよ。え、本当？だから今日はまずいっていうか。挨拶した方がいいかな。いや、起こすと超機嫌悪いからさ、奥で寝てんだよ。そうなんだ。それじゃ。トイレだ。あれ？寝てんじゃん。早く外に。え、ちょっと。ああ。お前パン一だぞ。ごめんな、あの悪臭から君を守らなきゃってさ。はあ、最悪なんだ先輩の。しかも飲んだ翌朝だし。いやだ、マジ間に合ってよかった。大して親しくもないのにさ、酔った勢いで強引に止めろって、うん、ま、仕方ないじゃない。本当か、そうなる本当に。てか仕事大変そうだったから。絶対疑うよな、こんな怪しいやつ。仕事終わったら埋め合わせするから。あ、これ差し入れ、新しい店の。おいおい、はい、おいじゃ帰る。それとね、やっぱりできてたから。おいそれ話そうと思って。マジっすか。通貨本題それか。そろそろ覚悟決めないとまずいよな。いや、ストーリーとしては面白いぞ。そっか、よかったよ本当に。じゃあね。あ、リン。あら。ああ、最近越してきてさ、ほらエリカんとこのバーでピアノ弾いてんだ。あ、うん、かわいい子ね。うん、え？じゃ。親に挨拶する日取りとか決めないとね。あ、それと子供の名前か。これはまだちょっと気が早い。いやー、詳しいことは面白いな。じゃあ忙しい。ストーリーは。一件です。親に挨拶って、このままどんどん外堀埋まってくのか。おいおいおい、たく、なんつう格好してんだ。いや、いかん。釘付けになっちまった。覚悟決めなきゃって時に何ムラムラしてんだ。てか、こんなん見つかったらシャレになんねえぞ。早いとこはなんとかしねえと。すげえ優柔不断だな。考えるとこじゃん。けど、なんつうか、何者だよこの子。あ、
今のネタ分かった。ちなみに今のは…うるせえよ。いいから髪起こせ。かわいそうだろうが。お前こそブツブツうるせえっての集中できないだろうが。つれ弁。しかし、このポーズ…ポーズ？お前、さっきから何見てんだよ。おい、見せろ。やべえ、何考えてんだ俺。やっぱもうこれ以上絶対ダメだ。やめろって返しとかねえと。その画像を勝手に消すなよ。あ、寿司屋じゃん。結局未だ二股続行中ってわけ。二股とか言うなよ。好きでやったみたいだろうが。けど妊娠確定ってんじゃ覚悟を決めるしかないな。こいつ一言と思いやがって。ナビンセント、人生には常に新しさと刺激が必要なもんさ。ちょうどこの次々回ってくるサビの効いた握りみたいなさ。別にうまくねえよ。うまくねえな。覚悟の決め方にもいろいろあるっつってんだよ、うん、まあな。キャサリンだってんな調子のお前よりシングルマザーが幸せかもよ。いやなんつうの。んなこと彼女が望むかよ。なんだよ、どうしたいんだよ。頭の中では決めたのに気持ちが追いつかねえんだよ。だったらなおさら気ぃつけろよ。バレたらもう事故じゃ済まねえぞ。分かってるよ。事故なんだか増えてきたな。隣のジジイまで行っちまうとは。ねえ、驚いたわ。けどあの人いろいろ派手好きだったから。遊びが過ぎたんだろうよ。にしてもひどい死に顔だった。やっぱりあれかしら、最近ニュースでやって、はあ、とにかくな、マグロを食え。貧血に効くらしいぜ。ん？ああ、お寿司食べたくなった。ああ、店、後で行くのか。ん？ああ、多分な。悪い、俺今日パスだ。クソ残業でな。けどまあ、飲んで忘れるしかねえだろう。ああ、これお昼なのかね。そうだよな、お昼ご飯。えったくそなの聞かせてんじゃねえよ。あー耳が腐る。それより俺の席で相手しろ。うわー酔っ払いだ。今演奏の途中なので。あお前も俺に立てつくのか。世の中の女どもは俺に従って生きてりゃいいんだよ。極端なやつだな。人がどう生きるべきかってあなたが決めることなんでしょうか。なんだお前は。まったく、どいつもこいつも。おい、そんぐらいにしとけって。ん？何があったか知んねえけどさ、この子に当たるのは違うだろう。こういうとこは男らしいんだよね。自分好みに相手を従わせるなんて無茶だぜ。お前が何言ってんだって話だけどさ、何か変えるならまず自分が。ん？寝たって聞いてねえのかよ。大丈夫だったか、リン。はい、ありがとうございます。ああいうのは相手にするな。にしてもリンって時々すごいことを言うよな。違う角度から見てるっていうか悟ってるみたいな。そうですか。ヴィンセントさんの方がすごいと思いますけど。落ち込んでる人を勇気づけたり。んなことしたか。どっちかっていうとけなされてばっかだよな。でもそう言ってくれるリンには本当救われる。なんだ今の。これ3人のルートがあるんだよね。もしかして俺とかてリンと、あの金髪のキャサリンとこっちのリン、わかんねえ。この2つのルートはなんかこの2人のなんかこうヴィンセントさんストーリーというか、必ず来てくださいね。あ、おなんかがわかるんだね。ちゃんと明日も店には来るって。あのメガネキャサリンに関してはなんか普通のストーリーっぽいよね。なんか別になんか特殊なわけじゃないもんね。そうなるとな、今メガネキャサリンルート目指してるけど他のの方が面白いのかな。ニューカーあるめよ。携帯チェックします。え、なんで見ろよ。あ、おめでとうございます。
上がるか。あれ、なんかいるじゃん。誰？結婚したらさ、ハネムーンで青函旅行とかよくない？ほら、申し込み金安くなってたじゃん。でも値下がりしたっつっても8万から5万ドルだろ。500万。もし行けたとしても旅行代はその何倍かかんだよ。つうか結婚って冗談だろ。青函旅行か。青函旅行憧れるけど現実見ちゃうだろ普通。その金あるなら家買った方がいいわ。寿司だって好きなだけ食えるし。うわ、夢ない男だね。あれ、これはジョニーじゃん。ジョニー。ポールの事件があってから高校の頃をいろいろ思い出したよ。ポールはあの頃から女好きだったよな。お前とオーランドはいっつもバカやっててさ、キャサリンの昼飯食っちまって怒られたりしてなかったか。そんなことあったっけ。キャサリン怒ってたけど、あれからたまにお前らの分も。あ、そういうことね。飯が余ってたんじゃないの。バーカ、あの頃はさ、いろんな出会いと別れがあって目の前のことで手一杯で、楽しいことばっかじゃなかったけど生きてるって感じがした、今よりは。急にどうしたんだよ、何かあったのか。いや。おい、本当どうしたんだよ。思い出しただけさ。俺は今日はまだ飲んでくよ。もう帰るなら気をつけてな。ああ。あ、なんか時間遅いよね、まだ。You got a mail. どれどれ。アイス食べました。リンか。ん？旧キャサリンだからリンだよね。そこにいるのにね。ちょっと疲れてんだ。このところあまり眠れてなくて、彼女のところに泊まったら余計寝れなくてさ。彼女。そういえばジョニーの彼女ってどんな子。え、なんだよ。お前彼女のこと話さないし、トビーも気にしてたぜ。話すほどのことないよ。今度な。ん、なんだろう。誰か入ってきた。誰か出てったのかな。飲んでるかい。飲んでる。あ、違うじゃん、新聞記者じゃん。飲んでても噂ばっか耳に入ってきてよ。おかげで昨日はひでえ夢見たぜ。浮気男をどうのこうのって噂だろ。若干ビビっちまう内容だよな。あんたも身に覚えあんだ。俺はクズだからね。呪い殺されるってんなら真っ先に死んでるよ。クズって。妻を殺したんだ。え、それが6年前、俺が一人で追ってるお蔵入り事件さ。奥さんを殺してその事件を追ってる？クズさ。あ？どういうことじゃ？キャサリンか。キャサリンなら出るよ。もしもし。ああ、何？なんていうか、あ、そうだ。持って行ったケーキ食べてみた？ああ、ごめん。まだ。いや、可愛いとこあんだよね。気が強いけどキャサリン。キャサリン？ヴィンセント、この頃仕事とか忙しい？それとも悩みとかある？なんで？だってここ何日かなんか気になってることあるでしょ。わかるから、そんくらい。あ、いや。ごめん、また電話するから。じゃあね。あの事件のこと情報なくて悪いね。明日は現場行くから少しはネタあるかもな。 You got a mail. You got a mail. チェサは大変だったわね。まあ私も急で悪かったけど、でももう少しちゃんと話したかったかな。そうだよ、追い返したみたいになってごめん。君を守ろうと思ってついな。嘘なんだよねこれね。俺も話したいとは思ってるんだ。君が大事って気持ちに嘘はないから。
嘘なんだよね。いいのかな。俺は、あ、時間過ぎた。誰か来る？あなたに一つ訂正をしなくてはなりません。私ね、元雑誌記者なんですよ。お、辞めたのか？取材などに携わってはいますが、書くことは辞めたんです。どうして？昔一人の少女を取材しました。将来を期待されるバレエダンサーでした。貧乏で働きながらけなげに頑張る彼女を応援したい一心で私は記事を書きました。記事は反響を呼び、彼女は人気が出た。へえ、すごいな。同時に彼女には敵も増えました。人気を妬んだライバルたちでしょうね。度重なる嫌がらせの末に彼女の家族が。え、すみません、続きはまた今度で。今日はまだお酒が回ってないみたいです。あんま飲みすぎんなよ。You got a mail。見てみるか、どうせ。ほーらね、こっちはいいんだよ。飲んでも飲んでも酔えませんね。電話か。出ないよ。悪いけど、まあ別にいいか。これはもう一本筋でいくからね。あれ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 、アーチーがいるけど。よ、部長は？俺っていい人に見える？そうだな。見る目ねえの。俺ぐらいのダメ人間あんまいないぜ。え、女食いまくって金貢がせて全部捨てて逃げんの。みんな女関係だね。なんで？嫌いなんだよ女。気持ち悪い。いや気持ちいいよ。女と固く付き合う感じ？まあね、彼女ともう長いんだ。そういうのってさ、好みの女にナンパされても我慢すんの？いや、これどっちで選ぶの？これはでもヴィンセント、もちろんだけど。女に低層誓っても裏切られるだけだぜ。温かい家庭だって幻想さ。母と息子も人が向けば女と男さ。ヘドが出る。冗談、もう帰るぜ。一杯飲みに来ただけだし。なんかちょっと衝撃の発言だったけど今の。大丈夫いいか、座り。ダニエル、まさか僕を覚えてないとはね。僕はずっと君に勝とうと思ってやってきたのに。勝つって何が？今の僕はうなずくだけで莫大な金を動かせる。政界に顔も利くし、警察に圧力もかけられる。あの頃の何もできない僕とは違う。だから僕の勝ちだろ。勝ちとか負けとかどういうことなんだ？それはヴィンセントに比べたら社会的には勝ちだよね。ここの飲み代すらエリカに迷惑かけてるよ。君はそうだ、昔から友人がたくさんいて、結局は何も勝ててないのさ。僕は愛する人一人幸せにできないものな。アンナだっけ？僕が今までの人生で唯一選び取ったんだ。でも僕には別のフィアンセがいてね。そのなんて言ったらいいか。よしてくれ哀れむのは。女関係だよねやっぱね。You got a mail。 はい、ちょっと混乱してて、今週入ってから急におかしさがおかしい。悪いと思ってる。覚悟決めないとな。近々必ず会って話そうな。よし、だいぶ右に寄ってんな。いいんじゃないの？ダメかな？僕は何も間違ってない。失礼する。
You got a mail. あ、行っちゃった。常連たちの悩みの秘密。無視してると徐々に姿を見せなくなっていた果てはニュースで。ああ、やっぱりそうだ。羊たちだよね、みんなね。だからやっぱり話してやって、なるべく。ラプンツェルって面白いか？押したり引いたりだろ？女相手だってめんどくせえよ。アーチーはもう終わってるから、ジョニーと思うと、ジョニーも落ちるんだろうな。だからニュース、例の事件が流れ通しですな。ここだけの話、うちの常連さんの知り合いが亡くなったらしいんですよ。偶然だろ。まあ私も呪いなんて話は信じちゃいませんがね。ただ女性の恨みを買うってのは恐ろしいですからね。私実は妻に逃げられた口なんですがね。妻が長い旅行中に家に若い子連れ込んでちょっぴし楽しんでましたらね。悪いやつ。突然帰ってくるんだもんな。その後危ないもの振り回されてね。いやー怖かったな。そりゃ運が悪かったな。いや運じゃないんだよね。でも今でも妻のこと愛してるんですよ。ほんといい女ですね。本人が悪い。ふんふん。だったら呪いの噂なんて怖がる必要ないんじゃないか。浮気が原因で呪われるってんならもう済んでるって話だろ。なるほど、確かに妙な悪夢に覚えがないのもそのせいと。知らねえけど、どっちみち噂は噂だ。くだらねえよ。ニュースだって原因が分かっちまえばすぐに別の話で騒ぎ出すもんさ。そうか。あ、誰か来たじゃん。やべえ、もうこんな時間か。今日は疲れたな。そろそろ帰って休むか。ねえ、待ちくたびれたよ。さて、今日もあの子は助けに来てくれるのかな。あ、強制的に連れて行かれるんだ。今、なんか。行くか、じゃあ。さっきはありがとね。リンのこと助けてくれて。あのお客さん、家で奥さんといろいろあったみたいで。まあ、そういうこと。羊じゃないの？次やらかしたら叱っておくから。最近さ、あちこちから熱い視線を感じるのよね。胸元、サービスしすぎかしら。気のせい。ちょっと、四文字で片付けないでよ。何よ、ヴィンセントだってこそこそ見てるくせに。見てない。だから、四文字で片付けないでよ。そういえば、最近リンのこと聞いてくるお客さん、増えてきたのよね。そりゃそうだろう。急に何でだ。なんか面白いピアノの子がバーにいるって広まってるみたい。もともと可愛いし演奏も上手くなってきたし、大ブレイクあるかもしれないわね。そうなったら私はバーを辞めて敏腕マネージャーとか。夢見てんな。ヴィンセントさん。はい。今朝会ったのってヴィンセントさんの恋人ですか。驚かせて悪かったな。彼女もキャサリンって言うんだ。あの人もですか。そんな偶然あるんですね。ある意味奇跡だよな。目が合っただけなんですけど、すっごい綺麗な人だったな。エリカさんが言ってました。恋人は大切にするものだって。肝に銘じとくよ。さて、そろそろ行きますか。もう誰もいないよね。ジョニーは大丈夫か。うわ、ひどい顔。帰ってゆっくり休んだ方がいいよ。待ってるよ。そうだ、酒代なんだけどさ。はいはい、つけでしょ。分かってるってば。それより気をつけて帰ってね。妙な噂もあるんだしさ。心配しすぎなんだよ、エリカは。じゃあまた来るよ。